今日は R5C のお話のちょっと続きと、バッテリーのお話ですね。バッテリー問題についてお話ししたいと思います。こんにちは、週末クリエイターの岡ピです。今日ね R5C のお話で特にバッテリーのお話をしたいと思うんですけど、前回前々回かな、いろんなの R5C に向けてパーツ買いましたってリグの話したりしたと思うんですね。でその後 R5C と R3 の違いの話をしてたんですけど、そこにコメントいただいた内容の中で、あ、これちょっと言い忘れたなって思ったのがあったんで補足しておきますね。ログ撮影の話で、私も何回か動画の中では言っていて、結構注目しているポイント、気になっているポイントで R5、R6、R3、 要するにそのシネマイオスのファームが入ってない系統のカメラと R5C との、要するにシネマファームが入ったカメラとの結構大きな違いとしては、ログ撮影の時の挙動はね大きいかなと思います。で R5、R6 に関して R3 も一緒なんですけど、10ビットの撮影をしようと思うとログ撮影が必要になりますと。なんかよくわかんないですけど、ログとそのガンマとセットになっちゃってるんですよ。だからログガンマを使うと、10ビットになりますと。で同時にね H264 から H265 に勝手に切り替わるっていう感じなんですね。でかつそのプロキシが作れないということで、R5、R6、R3 に共通して言えるのは、ログ撮影をしないと10ビット撮影ができません。で、10ビット撮影した時に、自動的に H265 になっちゃって、プロキシも作れませんということなので、H265 ってどうなんでしょう。でも M2 MacBook Air のね、話とかも出ていて、もうだいぶ M1 のチップとかで処理速度上がってきてるので、今あんまりH265 だから重いってことはないのかもしれないですけど、結構処理重いんですよね、編集がね。なので、非力なマシン使ってる方、僕とかもそうなんですけど、あんまり強いマシンじゃなくなってきてるんで、そろそろ買い替えないとなと思ってるんですが、そういう人にとっては、プロキシ用本体で作ってくれる、カメラ本体で作ってくれるとか、あと H264 のコーデックであるとかっていうのは結構使いやすかったりはするんですよね。やっぱり H265 のコーデックってちょっと編集が重いので使いにくいなっていうところがあって、それになるんだったらプロキシも同時にカメラの中で生成してほしいなってあるんですけど、なんで R5 の時も R6 の時も、R6 はちょっと画素数も少なかったっていうのもあって、そこまで重たくはなかったですけど、 R5、R6、R3 ともに、ログ撮影をした時に10ビットかつ H265 になっちゃうんで、ちょっと重たくなって編集マシン上でプロキシを作るみたいな処理をよくやってますと。これがめんどくさかったんですけど、 R5C に関してはもう本体の中で、ローであったとしても、ロー収録じゃなくてイントラだったとしても、ロング GOP だったとしても、どんな収録においてもですね、セカンダリーのスロットを使ってプロキシを同時に生成できるので、ここは結構便利で気に入ってるポイントかなと思います。この辺の、シネマのファームになったことによって、ログ撮影するとき、ログ撮影を、あえて選ぶのか選ばないのか、でも10ビットで収録したいのか、あるいは8ビットで収録したいのか、この辺がちゃんとガンマと切り分けて選択できるようになったっていうのは R5C の特徴かもしれないですね。ちょっと補足でした。で今日は合わせてその時の動画でちょっと違う質問なんですけどってことで、バッテリーのお話を質問いただいてました。具体的にはバッテリー何個ぐらい使ってますかっていう話だったので、ちょうどいいなということで、R5C のバッテリー問題に絡めて、他の機種もねどんな風にバッテリーを、何個ぐらい持ってるかみたいな話を、したいと思います。で R5C の話に行く前に他の機種でちょっと話しておきましょうか。ちょっと機種を持ってきまして、今収録してるのは C70 なんですけど、C70 はね、シネマイオス系のこういうバッテリーになっていまして、これ BPA30 っていう、一番小さいタイプかな。C70 の背面から出っ張らないぐらいの大きさのバッテリーになってますけど、結構コンパクトなんで気に入って使っています。もっと容量の大きいバッテリーもあって、BPA60、90ってあるんでしたっけ？ちょっと大きいサイズがありますね。それは僕は持ってなくって、BPA30 を
今本体に1本ついてますけど、もう1本だけ予備持ってるって形です。まあ少ないと思いますね。これだからなんか本番運用しようと思ったらちょっと不足だなっていう気はしてます。うん、なんで今はもうチャージャーも一緒に持ってったりとかしてますね、もし使う場合はってことで。 R3 に関しても同じで、 R3 はこの本体に今刺さってますけど、 LPE19 ってでかいやつですね。これ今本体から抜きました。1本と、予備が1本っていう形です。まあ正直1日なんか MV の撮影やって、その後スチール撮ってみたいなやった時にこの1本がまあちょっと心もとないなってことで2本目に突入して、これチャージャーに挿してっていうのをやりましたが、まあその時ぐらいですね、もう2本目に突入するみたいなのは、まあ、数時間ぐらいの撮影だったら全然1本で賄えちゃうので、ぶっちゃけ予備1本でもいいなと思ってるんですけど、まあ2本目に突入しちゃうとさすがにあの新品がもう1本ないと若干怖かったりするじゃないですか。だから2本目に突入することもあるっていうのを考えると、まあもう1本ぐらいあってもいいかなとは思ってます。 E19 に関してはね。はい、そんなところです。で、問題はあれですよね。問題は R5C でございまして、まあ実はあの先週動画出せなかったんですけど、先週ね、あの奥さんの誕生日お祝い旅行ってことで伊豆の方に旅行に行ってて、まあまさにこの R5C を使って1泊2日はもうぶん回してたって感じだったんですね。これなぁ、バッテリー問題結構大変ですね。 R5C はやっぱめちゃめちゃ減りますね。で、だいたい1本挿してフル充電だと50分から60分ぐらい撮れるはずなんですけど、まあ、手元撮影でやるか。ちょっと R5C の話は手元撮影でやろうかな。どうしよう。ちょっと手元を映しながらやりますね。 BPA30 この大きさ、これがまあ1個でしょ。 R3 に関してはここに1本、 LPE19 とそして予備が1本と2本。これ R5C に関してはまあ本体にまず1本で、充電器からまあ1本、そしてこれですね、1、2、そして3、こんだけあります。まあ 1,2,3,4,5、 5本あるんですね。5本あるんだけど全然足りなくて、全然足りません。まあ旅行持ってった時にこれ持ってきました。この2本ダブルチャージャーを持ってって、で新品をまず1本セットしまして、新品をまず1本セットして持っていきますよね。道中どんどん取ってって、とりあえず着いた時にもう2本ほぼ空になってたんですよ。なんでその2本をもうこれ充電器にもうセットして、すぐ夕方ぐらい、6時ぐらいだったかな、いや4時5時ですね。4時5時ぐらい着いて、もう充電器すぐセットして、まあまたこれ取り始めて、やったんすけど、まあ寝る前ぐらいにこれがね、またあの満タンになってたんですけど、今度はさらに2本ちょっと空になるっていうレベルだったんで、これをまあ新品として確保しつつ、またこれ朝までこれを充電してっていう感じで、まあ2日目になったんすけど、まあ2日目当然フル充電になってるんですけど、2日目もね、行動して昼過ぎぐらいまで行動したんですけど、まあ、またやっぱこう2本ぐらいは空になってたんで、合計何本だろうな、6本ぐらいはフル充電から空にしたんじゃないかなと思いますね。だから6時間分ぐらい、50分 ×6 だったら300分なんで、5時間ぐらい。だから5、6時間分ぐらいかな、バッテリーの容量としては使ったって感じで、収録時間自体はクリップ見ると4時間半ぐらいって感じでしたね。で考えると、まあ、1泊2日の旅行にこの LPE6NH が何個必要かっていうと、多分ね8から10本ぐらい、もしチャージャー、こ
ういうの持ってかずにチャージングしないっていう前提であれば8個から10個ぐらい持っとけば大丈夫かなっていう感じでした。やりますって話だね、それをね。まあこうやって僕はもうLPE6NH をたくさん持つっていうやり方で、今は運用してます。せっかくねこのコンパクトすごくコンパクトなので、まあ、リグも一応買ってるんですけど、まあ、なるべく何もつけずにやりたいんです。ちょっとマイクの話はまた別でやりますけど、今回の旅行中は、まあ、試しにだいたいいつもねワイヤレス GO2 を夫婦2人でつけて喋りながら旅行して収録してるんですけど、まあ、それをねあえてやらずにこいつでこのマイクで、まあ、バッグの中にこうやって分離して入れといて撮るよってなったらもうサクッと出してこれをちゃっとこんな感じでつけてもうすぐ撮り始めると。で撮り終えてバッグに収納するときはこうやって外して分離して入れるっていう運用をしてみてすごい使いやすかったんで、で収録した素材まだチェック中で編集までたどり着いてないんですけど、結構ね音質クリアに撮れてるシーンが多かったですね、これで見る限りは。まあちょっとその90度でやるのか120度っていう形でやるのかモノラルでやるのか場面によって選択した方が良さそうな感じはあります。室内だとやっぱり響きすぎちゃったりとかする場合もあるので、まあそういう場面では逆にワイヤレス GO2 使うっていうのもあるし、なんか選択しないといけないんですけどすごく使いやすそうでした。ということで、まあ、やっぱりこうコンパクトなセッティングでいきたいんですよ。だからまあこのバッテリーもねできるだけ純正のバッテリーだけで運用したいなというのはありつつも、まあその1時間ぐらいしか持たないので結構ね録画しててバッテリーの残量がかなり気にはなります。メニュー画面でねあと何分っていうのがもう 分単位で出ちゃうじゃないですか、ここが。これが結構気になる。あと何分なんだ、これだとあと41分でしょ、でもメモリが減ってるじゃないですか。あと40分しか撮れないのかとか思うとなんとなく気になるので、まあ一応解決策の一つとしてって感じなんですけど、前バッテリーのね R5C に向けていろいろ買いましたよっていう動画でお話したんですけど、実はモバイルバッテリーで給電するっていうのは結構良さそうですと。でちなみにこれで、こいつでロング GOP で収録した場合に、まあ、3時間ぐらい1本で回せるっていうのは確認してます。連続動作できてます。で前にも話したんですけど、まあ、僕はやんないけどその 8K ローの60フレとかを撮りたいんだったら、まあそれにも対しても対応できそうな感じでした。一応十何分かな、メモリーカードの容量があるんで容量マックスまでを 何ターンか2ターンだったかな回してみて大丈夫だったっていうのは実績として確認してますね。でまあどんな感じで取り付けようかっていうと、まあリグでももちろんいいですね。まあリグの買ってるしリグを組んで、ここにはマイクつけてもう一個コールドシュー増やしたらそこにコールドシューにこうつけるっていうのがまあ一番自分はいいかなと思うんですけど、まあ、これをコールドシューにつけるやり方ですね。まあいろいろあると思うんですけど、これ結構使えるなと思って、私はこれにしました。まあ一応こういうモバイルバッテリーを専用に挟むためのものっていうのは売ってるんですけど、なかなかこう仰々しい感じになっちゃうんで、これスマホ用のフォルダーですね。フレンチブルドッグ岡かのチャンネルでライブ配信やるときとかこれ使ったりしてるんですけど、なんかこんな感じで。ただもうバネで挟むだけっていうすごい簡単な構造のやつで、ここがまあ、スタンドになっていたりするんですけど、ここにネジがついてるっていうのもあって、スマホ用でかつこうバネで締めれるようになってて、簡単なので、試しにこれをはめてみると、意外といいじゃんってことで、これを使う感じに今はしてます。外して、これもね、結構便利ですよ。ちっちゃいミニ三脚ですね。ぺったんこなんで。硬いけどね。なんかこれをそのまんまコールドシューにつけたいわけじゃないですか。まあなので、このネジ穴でこっちがこうコールドシューマウントになってるタイプを、ここに差し込んで、まっすぐやるとこんな感じですね。こんな感じで、このバッテリーメーターもついているので、ここにこう、こんな感じだと、まあ結構出っ張りますけど、USB-C2C のケーブルですが、この C2C のケーブルを使って、挿すと。C2C。もうケーブルはちょっと引き回し考えないといけないですね。
処理した方がいいと思いますけど、こうやってやると、まあ、100% 給電してますよっていうのが見えつつ、こっちで残量が見えつつも、まあ、こっちは完全にフルで USB PD で供給されてますっていう状態になると。これね、まあ3時間ぐらいはこれで使えるので、これでもいいかなっていう気はします。で、今このマルチアクセサリー種を埋めちゃってるんですけど、まあこうしないためにっていうのもあって、スモールリグのこういうコールドシュー付きのやつをこうつけておけば、こっち側につけてマルチアクセサリー種は開けといて、マルチアクセサリー種の方にはこのマイクが使えると、こんな感じの運用もできますね。うん。まあちょっと狭いですけどね、ここが。ここが狭いんで、干渉しないようにうまくつけないといけないっていうのは出てくるんで、なんかこの辺がぐちゃぐちゃっとはしちゃいます。こう操作してる時に。こんな感じになっちゃう。うん。今ちょうどついてますけど、充電中になってますけど、これ、つないでおくと、こう、スイッチオフにした時には、今度はこうバッテリーに給電してくれる、充電してくれるので、これもまあいいところではありますよね。僕はやっぱりこの状態でその撮影終わったらスリングにザクって入れて、撮影するときスリングからさって取り出してっていうのをやりたいタイプなので、なんかつなぐものがいっぱいあるとなかなか難しいですね。なんで基本的にはまあこの状態でスリングにザって入れといて、もう取り出して使うときだけマイク挿してまた外してスリングにしまうっていうぐらいの動作の方が自分は好きですけどねっていう紹介でした。ということで、今日はバッテリーどんくらい持ってて使ってるんですかっていうお話と、まあ、直近その R5C でテストやってるバッテリーの持ち具合の話っていうのをしてみました。 R3 とその C70 に関しては正直保有数がクライアントワークで運用しようと思ったら足りてないっていう感じですね。なんで R3 の時とかも MV 撮影する時にもうチャージャーまで持ってって、まあ、1本使ったら1本差し込んどくみたいな感じにして、まあでも2本目で終わってたんで、もう1回チャージングされたやつを使うことはなかったですけど、うん、まあちょっと不安かなっていうぐらいで、 R5 とかと違ってやっぱり R5C はもうめちゃくちゃ減りが早いんで、もう多分10個ぐらい本当に持っとかないと厳しいかなと。その LP6NH だけで運用しようと思ったら、モバイルバッテリーみたいなのを使うと一応軽減はされるんですけど、まあ、せっかくコンパクトな状態なのにそこがスポイルされちゃうのが、まあ、僕はあんま好きじゃないので、基本的には LP6NH をもういっぱい持ち歩いて、まあ、じゃんじゃん入れ替えながら使うって感じですかね。まあ、あとね、補足しとくと R5C に関してはやっぱり画素数が大きいので素材が結構大きくなっちゃいますね。ロング GOP にしてもそうだし、まあ、イントラだったらもうさらに大きいしってことで、今回ちなみに1泊2日で結構高画質で撮ったろうかなとか思って、イントラでね、撮影した時間がかなり長かったです。2日目の、最初の頃までもイントラで撮影してて、325GB のね、CF エクスプレスを持ってってたんですけど、それがまあ2枚丸々使い切っちゃって、もう3枚目も途中ぐらいまで行っちゃったのかな。まあ後半戦はそんなになんかこう綺麗に残したいっていう話でもなかったんで、まあロング GOP でいいやと思ってロング GOP に落として撮影をしたっていう感じです。なんでまあ Vlog、その旅行で撮りたいみたいな話であれば、イントラは結構しんどいかもしれないですね。結局そのメモリーカードを大量に持ってってたとしても、今度ストレージをめちゃめちゃ圧迫しちゃうので、1泊2日の旅行でね、例えば1テラとか、なんか2テラ使いましたみたいな話になると、保管が今度大変じゃないですか。なんで、なかなか難しい、運用結構難しいなと思って、スーパー 35mm のモードとかにするとビットレートが下がって、記憶容量、記録容量自体も小さくなるっていうのは良かったんですけど、なんか、メモリーカードの残量というか、時間を見てる限りは、あんま変わんなそうな感じでしたね。なんていうんだろうね、1.6 倍クロップしてるから、だいぶ、サイズ小さくなってるはずなのになとか思ったんですけど、ちょっと引き続きテストしていこうかなと思っています。うん。まあ、こんな感じで、主に C70、あと R5C、R3 に絡んだ話がカメラとしては多いと思いますが、まあ、コメントでなんか R7、R10 についても喋ってほしいなみたいなのもあったりしたので、まあ、自分の思ってるとこ話してみようかなと思ってますし、カメラ以外だと撮影の話、まあ、映像と写真の撮影の話ですね、制作の話とか、あとはそれ以外のガジェットのお話なんかもちょこちょこしていくと思いますので、
そういったお話が好きな方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。